皆さん、こんにちは。プログラミング学習チャンネルの武士道です。前回は、Python の Web アプリを作成できる、Streamlit というフレームワークを用いて、テキストボックスやセレクトボックスという機能を実装していきました。今回は、実際に PDF を分割する機能を実装する Web アプリを作成していく第一弾として、 基本のインターフェースの部分を実装を行っていきます。最終的には、PDF を分割だけでなく、結合、文字認識、表構造認識など、いろいろな機能を保有する Web アプリを作成していく予定ですので、興味がある方は、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。まずは、標準ライブラリなどをインポートします。 このシャティルは高レベルなファイル操作ができるモジュールになります。このモジュールを利用することでファイルをコピーしたりフォルダ圧縮できたりします。Python で最初に読み込むエントリーポイントを作成していきます。 最初に実行する部分の作成は完了しましまたね。では次はインターフェースの部分を作成していきましょう関数名をページ1にしているのは今後別の機能も追加していくためです 今回は画像切り出しができる機能を作成していくためタイトル名をスプリットモードとします。 ストリームリットライブラリのファイルアップローダーを用いることによって、ドラッグドロップでファイルをアップロードできるようになります。PDF ファイルだけでなく、動画ファイル、画像ファイル、CSV ファイルなどを扱うことができます。 今回は PDF を分割する機能を搭載していくため分割した PDF を PDF ごとに保存するか複数の分割した PDF を ZIP で圧縮して保存するか選択できるようにラジオボタンを定義しますトライエクセプトを利用することで トライ中にエラーが発生した場合、エクセプト処理が実行されるようになります。今回は、トライ中に分割処理を入れ、何かエラーが出た場合に、Web アプリ上にエラー内容を表示できるように利用します。 if ボタンにすることで、run というボタンをクリックされた時のみに、動作するようになります。今回の場合は、ボタンをクリックすることで、ダウンロードリンクという名前のエキパンダーが開くことになります。 このファイル MKRM 関数を利用することで実行されるたびに前回のディレクトリなどが削除され再生シゲルされるようになります分割ファイルをキャッシュで保有したときに削除しても良いのですが急な一時停止などによって前回の中途半端なデータが残ったまま分割実行しないようにしていますではこの実装までのインターフェースを 実際にブラウザで見ていきましょう今回の実装で画面の通りになっていますでは欄をクリックしてみましょうダウンロードリンクという駅パンダが表示されましたね そこを開くと Empty という文字が出てきていると思います次回の動画で分割処理を実行していきダウンロードリンクがそこに表示されるようにしていきます動画を見ていただきありがとうございます高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたしますまた次回の動画で会いましょう